西木鉄砲エビ、学名アルペイオスベルルスは、10脚目、鉄砲エビ科に分類されるエビの一種。インド太平洋のサンゴ礁に生息する、鉄砲エビの一種で、鮮やかな体色と、ハゼ類との共生で知られる。生態の体長は40から45ミリメートルほどで、日本沿岸の内湾で見られる、鉄砲エビ A エブレバクロスタティスよりは小さい。第一歩脚は、 他の鉄砲エビ類と同様大きなハサミ足に変化しているが、両方とも多種に比べてやや平たく横幅がある。体色は腹部は白、背面は黒褐色の地に白い斑点が並び、不足は紫色で関節部に紅白色、触角は赤褐色をしている。和美の二式英名のタイガーの通り、鉄砲エビ類としては鮮やかな体色をしている。 インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に分布する。南方系の種類のため、日本での分布は、千葉県異西の暖流の影響が強い地域に限られる。主に産後礁域の水深数メートルマイナス10、数メートルの砂底に巣穴を掘って生息する。巣穴には、ダテハゼアンバリエリアトリスジャポニカ、ヒメダテハゼエースタイニザイ、銀河ハゼクリプトセントレスシンクトゥスなど小型の、 ハゼカ魚類が同居する。体色の鮮やかさと、ハゼ類と同居する生態から、水族館などで、たびたび飼育される。ペットにする人もいる。ABC 三宅貞吉、1982、西木鉄砲エビ。原色日本王型甲殻類図鑑、P44、保育者。ISBN45 億8630万620。 ABC 小林康政2000西木鉄砲エビ山系ポケットガイド16海辺の生き物 P168 大和警告社。<noise> ISBN 46億3562260ありがとうございます